なこちとゼニのドタバタ冒険記2016夏イエーイ。こんなとこにもつけ作りたくない。いや、一時的な拠点や。ほら、うん、どこに作るんじゃん。鼻の穴が見えるここにしたいから。うんうん。でも、いや、やっぱじゃあここのでっかい広場のとこにお前が建築して。オッケー。あんまりでかくすんなよ家は。敷地はでっかくしていいけど。はい。オッケー。そうなの。ってことで、まあ、ここに拠点を作るとして。うん。仮拠点。ゾンビ来たよ。はい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 。クリーム多すぎやね。早っ。危ない。クリーパー。え、ヨウがよけた。ヨウがよけた。やあ。やば。え、そう。嘘。ってことはヨウ。溶岩で倒せんくなったってこと？落ちろ死ねえ。ほんまに。マジで？え、溶岩で倒せへんやんじゃん。大ピンチやで俺。ゼニーさんショック。めっちゃ難しくなってるやん。すごいね。この辺。この上でもいいんちゃう？クリコ。え、どこどこどこ？何が？お、こっちは。ええ！てかさ、クリーパー早ない？嘘。早い。めっちゃ早い。めっちゃ早いやん足。え？溶岩かわしてきよったあいつやっぱり。俺さ、これ当たらへんねや。ほんまに。十字キーちゃんと合わしてる？合わしてる合わしてる。ああ、だから合わさらへんねんて。なんで？え、なんでって知らんがな。落ち着きがないから。ちゃうわ。逆になんでそんな合うねん。落ち着いてるから。関係あらへんわ。おい、エサどこ行くねん。お前、俺の食料どこで、あなたはそんな落ち着け。かわしかお父さん、え、あ、あれ俺、え、ちょっと待って、あれ、俺どこ、え、あれ、こっちかな。あかんわ、もう倒さん方がええわ。ここわからなかった。わからんくなる。マジウィッチや。やばい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 。武器、なんか飲んでた。あいつ回復ポーション。え、なんでダメージ食らってへんや、あいつ。何やねん、勝手に飲むね。ガラスが見えへんくなってるバグや。え、クリッパーに吹き飛ばされて死んでたで。うん、ええねん、それはそれで。ええねん、吹き飛ばされてもええねん。よくないわ。一体進ませろ。おい、スケ、死ね。もうな、場所がわからんくなったから。あ、ベロ噛んだ。死んで。ベロ噛んだ。ベロ噛んだ。普通にガッツリベロ噛んだ。うちらってさ、何あれ、雪の世界に行けるのかな。なんでふと思って。何の心配？え、なんかあるんかな近くにと思って。あるやろ。あるんかな。それを探しに行くためにこの十字キーで方向いろいろやってんや。そうなん、それのために。落ちた。いや、まあ、それだけじゃないけどな。そういうのさ、できるやん。うん、探さなあかんよ。いろんなところを見るために。ああ、そうね。じゃあそれが全て終わったらどうなの？卒業。
マジで卒業なんや。ゼニさんだけ卒業？どれだけ卒業やねん。まだ新シリーズが始まる。なんか、うん、な何か縛り、うん、何やろな。まあ進学って感じかな。進学、進級か。進級。よっしゃ。実はうちら今な。何？保冷剤を。iPhone のカバー外して iPhone の下に乗っけてやってんねんな。そう。よう落ちるから。まあ、これが原因かわからへん。わからへんけど。一応。暑くなりすぎやからな。ほんま暑い。大丈夫かこれ。冷却しながらやる。うん。パソコンもそうやんな。そやな。熱くなりすぎると処理能力落ちんねんな。うん。あ、高いところ、追加でファンつけたりとかしてる人おる。ピンチ、危ない。ベッド作れましたよ。待てー、あかんって。すけ目の前、うわー、痛い。逃げ切った。何疑問文？分からへん。逃げ切ったからかなかなと思ってて。なぜ？逃げ切ったかなと思って。しゃ、逃げ切れてるわ。オッケー。これでもうクリーパーがペッて出てこんかったら大丈夫。いける。このままでいける。ハートも大丈夫。まだある。いける。もう一回ちょっと食っとく。くしゃみが出そう。なんやねん。くそ、なんか通知来たからくしゃみ止まった。この入り組んでるところ、今ゾンビが見えた気がする。隣にゾンビがいた気がするけど、うわってなってないからおらんな。大丈夫なはずや。これや、来てる。 いけるいける。俺は大丈夫、いけてる。なんかもう見えてる。ジャングルじゃないやつがなんか見えてる。ポーションもうすぐや。ポーション？欲したら。あ、欲したら。ポーションもうすぐや。名前が見えてる。オッケー。ゴールや。敵全然おらんやん。なんやねん。出てこへんのかい。しゃあ。どこや。あれ？違うぞ。あれ？ん？ん？登れへんねんけど。ん？ただいまんぼう。二段ベッド。すげえ。作ってみたかってん、二段ベッド。登れへん、もしやこれ。登れた。私寝た。よかったー。あー、ひとまず安心。まず安心が一安心だ。朝になったかな。びっくりした。なんか食らってるかと思った。やったー。剣、松明ない。溶岩もない。え？うち持ってるから早く終わろ。なんだ。どこ行くの？あの雲ずっとおるな、あそこに。うん、よしかな。はい、ということで、はい、新しいところに到着。やったね。やった、よかった。これはなんていうとこ、なんちゃらバイオームな。山岳になるんかな、これは。わかりませんが、後ろに見えるやつが鼻の穴なので。鼻の穴に見えるとかじゃなくて、うん、そう、鼻の穴拠点なので、まあ、次回は拠点作りかな。まったり行けたらいいですね。はい。で、ゼニーさんにはじゃあ後ろのあの鼻の穴のところの建築をお任せして。あそこ建築？池？
ける。いけるいける。え、ほんまに花の穴、花の形を作らなあかん。いや、もうできてるやん。びっくりした。花の これを作らなあかん。穴はできてるから、そっからやってくれれば。すごい。すごい。建築も何もあそこに俺、水と溶岩を流すだけやねんけど。そう思ってだけやねんけど、オッケー。うん、いいよ。ま、任せる。任せるような建築をしてもらったことがないから、次はゼニさんに任せる。んで、うちはあのこっちの広場にあの拠点を作ります。はい、前よりちっちゃいの。うん、ちっちゃいのですよ。花畑拠点はのようにでかくない。頑張りすぎましたね。でかくないよね。はい、ということで、はい、まあ、また次そうですね、はい、次回お会いしましょう。また見てね。バイバーイ。あ、穴開けちゃった。またねー。また削っちゃった。オッケー、バイバイ。バイバイ。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、高評価よろしくお願いします。 PC の方はうさちゃんをクリック、携帯、スマホの方は下にスクロールしてチャンネル登録ぜひぜひしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。